カーネル、ベースドバーチャルマシンは Linux カーネルをハイパーバイザーとして機能させるための仮想化モジュールである。Linux カーネルのメインラインにバージョン2.6、20でマージされ、このカーネルは2007年2月5日にリリースされた。KVM は VT や AMDV などのハードウェアの仮想化拡張を必要とする。KVM は 他のオペレーティングシステムであるフリーブズドやイルモスにも、ローダブルカーネルモジュールの形態で移植されている。KVM は、もともと X86 プロセッサ向けに設計されたが、後に、S390、パワー PC、IA-64、ARM 向けにも移植されている。KVM は、Linux BS、BSD、Solaris Wind、Windows、Hike、Reactos、 プラン Q、エアロス、リサーチオペレーティングシステム、MacOS など、非常に幅広いゲスト OS に対して、ハードウェア支援仮想化を提供する。また、Android 2.2、GNU、Hard、Minix 3.1、2R、Solaris 10U3、Darwin 8.0、1などの OS や蒸気 OS の新しいバージョンでは、 何らかの制限の下で動作することが知られている。さらに、KVM で、バーチーを API を利用することで、Linux、o p e n b o o z d FreeBoozdo、n e t b o z d PlanQ、Windows のゲスト o s に対して、純化創化の機能も提供する。純化創化対象には、純化創イーサネットカード、リスクアイ i O コントローラー、 ゲスト OS の仮想記憶管理の動作を変更するバルーンデバイス、スパイス、または VM ウェアを使用した VGA グラフィックインターフェースも含まれる。KVM の開発はテクノロジーのスタートアップであるクメラネットでアビキビティにより始められた。クメラネットは2008年レッドハットに買収された。KVM は Linux カーネルのメインラインにバージョン2.6、20で マージされた。この Linux カーネルは2007年2月5日にリリースされた。KVM はパオロ・ボンジニによりメンテナンスされている。KVM ・ケムによる仮想化環境の全体の概要を、KVM 自体はエミュレーションは全く実行しない。その代わりにレーブ KVM インターフェースを公開することによって、 ユーザースペースのホストが以下の機能を利用できるようにする。Linux では KEM のバージョン0.101以降がユーザー空間のホストの一例である。KEM はゲストをネイティブに近い速度で仮想化できる場合には KVM を使うがそうでない場合にはソフトウェアのみのエミュレーションにフォールバックする。内部では KVM は 16bitx86BIOS のオープンソース実装として CBIOS を利用している。リベバートは KVM をサポートしている。KVM の各部品は以下のように様々な GNU ライセンスでライセンスされている。ありがとうございます。